私は今、国際情勢が非常に今変化しておりまして、それに日本も対応する必要があるということは十分承知しておりますし、それはぜひやるべきだというふうに考えておりますけれども、先ほど、午前中、海江代表、民主党の代表のお話もありましたけれど、やはり国民がなんだかよくわからない、なんとなく気持ち悪い、こういうのは非常に広がっているということだと思います。で、世論調査にも出ますけれど、地元に帰って、この今週も国政報告会やっておりますと、やはり女性の方の慎重な意見が非常に多いのと、もう一つ驚きますのはですね、戦争を経験しておられる方、こういう方の反対が非常に強いです。このことをですね、我々は本当に重く受け止めなきゃいけないと思っているんですね。私たちは戦争を経験していない世代ですから、戦争を経験した人たちの慎重な意見、態度、このことをないがしろにしては決していけないというふうに思っております。そこで、我々がやるべきことは、まず、今回のことについて、よく国民に理解する、していただく、その努力をする、その時間を十分取る。これが一つと、もう一つはですね、やはりこれが戦争に行ってしまうんじゃないかと、歯止めがしっかり効いているのかと、このことを大変皆さんが心配しておられるわけですね。で、そういうことはないんですということをきちっと歯止めをかけていくと、あるいは歯止めをかけられていることを確認すると、このことが大事だと思いますので、この観点で質問したいんですけれども、先ほどからの答弁を聞いていると、この件に関して非常に不安になっています。で、2点ありまして、1つはやり方の手続きの問題です。それからもう1つは内容なんですけれども、先ほど岸田外務大臣が、日米同盟がの信頼が毀損されるようなことがあったら、これは三要件に入ると。非常に危険な発言だなと私は思いましたけれども、そこでちょっと思い出したんですけれど、先週ですね、安倍総理がオーストラリアに行かれまして、国会で、議会ですか、発言をされていますが、その時にこういうふうにおっしゃってます。今まで安全保障に関しては日本は、長くて、内向きだったと。それから地域と世界の平和を増すための貢献をこれから行う。なるべくたくさんのことを諸外国と共同してできるように法整備してきますと、こういうことをおっしゃっておられてですね、外国だから仕方ないとはいえですね、自衛のためだという言葉はどこにも入っておりません。この文章を見ると安全保障のことにように私は読めてしまうんですけれども、まず海外でですね、ここまで踏み込んだ発言をされると大変誤解を受けるんじゃないかなと思いますけれども、この点についてどうお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。豪州とはですね、安保協力を進めていきます。事実、私が参りまして、防衛装備品技術協力協定を結びました。この協定があって初めて前に進んでいきます。これはなかった今までね。で、こういうことも含めて国会で議論をして、豪州において私は演説を行ったわけであります。こうしたものがしっかりと進んでいくことによってですね、日豪でさまざまな協力ができます。これは情報の共有もそうです、インテリジェンスの協力もそうです。こうしたものがまさに日豪において飛躍的に進んでいく、こうしたことも含めてお話をしている。これはまさに安全保障ですよ。こういうことをちゃんとやっていこうということになるわけであります。また今回に、例えば PKO についてもですね、いわば、我が国の方、派遣された PKO で活動している自衛隊の皆さんがですね、一緒に汗を流している部隊の方々が危険に陥ったときに駆けつけて警護できるかどうか、あるいは NGO の人たちを守ることができるかどうか、それを守ることにできるようにしようというのはですね、まさに安全保障上に、いわば国際貢献において今までとは違うことをやっていこうということになるわけでありまして、そのことについても我々は前に進めていこうということにしたわけであります。そして豪州側にはもう丁寧に説明もしておりますし、先般、日本に、来日をされた際にもですね、2晩、食を共にし、また首脳会談もしました。今回は、3日連続食事を共にしてですね、5時間飛行機にずっと乗っていたわけですから、2人で、十分にこの説明もしているわけで、ありまして、日本ができないことについても、お話をさせていただいているわけで、ございます。そういう中において、豪州からも日本がですね、しっかりと
世界の中で貢献もしていくし、抑止力も高めていくことによって、それはすなわち地域の平和と安定にもつながっていくということについて称賛され、高く評価をされていると、このように思います。今ご指摘あったので、ちょっと補足していいですか。いいですか。あ、じゃあどうぞ。はい、補足を、はいはい、岸田外務大臣。先ほどの私の発言についてご指摘がありました。先ほどの、やり取りですが、要は新三要件へ の適用の問題について、議論が行われる中で、発言をさせていただいたわけですが、この我が国とこの密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、いかなる事態がこの原則の中にあります、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するか、これにつきましては、この現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して客観的に合理的に判断することになると、認識をしておりますが、その中にあって、先ほど申し上げましたこの日米同盟に基づく米国の存在及び活動は、我が国の平和と安全を維持する上で、死活的に重要であることを前提にすれば、このような米軍に対する武力攻撃は、それ以外の国に対する武力攻撃の場合に比較して、この我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明確な危険がある場合につながる可能性が高いと考えられる、こういった趣旨で申し上げたわけであります。いずれにしましても、その具体的な判断にあたりましては、事態の事態のこの具体的な状況、攻撃国のこの意思、能力、事態の発生場所、また規模、対応、推移など、要素を総合的に考慮して、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、あるいは重大性、こういったことから新三要件を満たすかどうかを判断する、これが基本的な考え方だと承知をしています。今井正人君。長く説明していただきましたけど、これは個別の話をしないと、多分今日聞いている皆さんもよくわからないと思いますので、また後で少し質問したいと思いますけれど、総理ね、今回もちょっと私は少し違和感があったのは、今日実は予算委員会で、丁寧な議論をこれからしていくということなんですけど、それより前にやっぱりオーストラリアの議会行ってですね、こういうことを起こって発言されると、これは国会軽視しているのかというふうに私は感じます。皆さんどう感じているか分かりませんけど、やはりこちらでしっかりと審議をして、国会の場で議論して、それで海外にそういうことを宣言してくるというのが順番であってですね、海外で先に行ってきて、じゃあ後で国会で審議しましょうと、この順番は私は少しやっぱり乱暴だと思うんですね。で、先ほどですね、まだ十分皆さんが納得していないということをおっしゃる話があったときに、いや集中審議もやりましたと、1回ですね、1回で、その他のところでも、いろんな場所でこうやって点々と議論をしているだけでですね、まとめてこれだけの基本的な大きな変換に対しての集中的な議論をしっかりやったことないんですよ。だから、いや、ですから今から、私は今までのことはいいですけれども、でもね、いや、総理、ここまでやっても、今まだみんなが分かっていないと、よく分からないという国民の声がある以上ですね、十分じゃないということなんです。それはそうですよ。ですから、これから、いや、私はですね、ぜひ、うちの、小沢委員もいつも申し上げてますけども、ぜひこういうのは、本来であればですね、特別委員会作るのはいいんだと思いますけども、個別の、ちょっと待ってくださいね、個別のですね、法律がない場合は、やっぱ憲法審査会で、この次の臨時国会もしっかり議論していただきたいんです。そうしないと、その次におそらくまとめて、個別法案がドーンと出てくるわけでしょ。で、先ほどの、その個別法案のところで議論すればいいとおっしゃってましたけど、そもそもの基本法ですよ。基本の部分のところをしっかり議論して、それから個別法のところを議論していかないと、最初のところがすっ飛んでしまうと、また分からなくなる。ですから、ぜひですね、先ほどもお話ありましたけど、総理でありながら、もう一つは与党の総裁でありますから、政府与党一体でありますので、ぜひ次の臨時国会でも、憲法審査会で結構です。しっかりこの議論していただきたいということを、ご指示をしていただきたいんですが、よろしくお願いします。いかがですか。安倍
内閣総理大臣。この行政府としてですね、政府が日々のその権限の行使を行うにあたりですね、その前提として憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことであります。このような行政府としての憲法の解釈については最終的には行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものであります。これは憲法65条によって行政権は内閣に属するとこう書かれているところでございます。集団的自衛権をはじめとする安保法制に関する問題についてはですね、国会において5月中旬以降だけでも延べ70名の議員の方から質問がありました。今日もさまざまな議論をいただいておりますが、重複するものも随分あったのではないかとこのように思うわけでありますが、政府としても丁寧に説明を行うとともにですね、こうした議論も踏まえながら検討を行ってきたところであります。政府としてはですね、今回の閣議決定を踏まえ国民の命と平和な暮らしを守り抜くためにあらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案について十分な検討を行い準備ができ次第国会に法案を提出し国会においてご議論をいただきたい、つまり具体的な法律にし、そしてまたこれはグレーゾーンからですね、武力の行使に至るものまで幅広いものになりますが、この全体像をお示しをする、具体的にですね、今この閣議決定においては閣議決定として行いましたが、閣議決定のご議論について今回今日と明日において集中審議を行います。また集団的自衛権に関してはすでに集中審議も行われましたし、事実上予算委員会からずいぶん議論も行ってきたわけでございますが、具体的にはですね、まさにこの個別の法律をしっかりと作って、個別といってもこれは全体像をお示しする形でこの法律を一括にお示しをしたい、そしてご議論をいただくことになりますが、憲法審査会のような場でですね、議論を行うかはこれは国会でお決めをいただきたいとこのように思います。今井正人君。はい、与党の皆様はもう十分やったろというそういうご意見分かりますけれども、ただ国民がよくわからないと言っているのは事実ですから、これは紛れない事実がありますので、そのことはやっぱり真摯に受け止めていただきたいと。だからそこはやっぱり分かったというところまでしっかり進んでいきたいと、いただきたいというふうに思います。次にですね、先ほどから集団的自衛権の話が出ておりますので、ちょっとその話をお伺いしたいと思いますけれども、7月1日の閣議決定の後に会見で安倍総理はですね、今回は集団的自衛権が現行憲法の下で認められるかどうかというそういう観念的あるいは抽象的な議論ではなくて、それぞれの個別の事象についての議論であるというふうにおっしゃっておられましたけれども、今までですね、72年にはその一つ解釈が、そして81年の解釈のつながりの中で、集団的自衛権は保有しているけれども、保持しているけれども行使できないっていう、つまり憲法が集団的自衛権の行使を認めているか認めていないか、この議論をずっと積み上げてきたわけですね。ですからその憲法下で認められるか認められないかというそういう関連的な議論ではないっていうのは、私ちょっと意味がわからないんですけど、今までそういう解釈がどうだってことを積み上げてきたわけですよね。それをなんか保護にするような言い方に聞こえなくはないんですが、真意を教えていただきたい。安倍内閣総理大臣。国民に分かりやすい議論をということをおっしゃいましたね。でこれはですね、国民に分かりやすくご説明するというのはですね、いわば解釈の積み上げにおいてこれを分かりやすく説明をしていくというのは結構大変なことなんですね。これ抽象概念ですから、抽象概念でこれは抽象概念の積み重ねがですね、残念ながらこれは実際の防衛政策とは少し違う議論になっているということは委員もお認めをいただけるのではないかと思います。これ国際法の世界があります。そして憲法解釈の世界があって、実際はその中において、防衛政策があるわけで、ございますが、日本は憲法9条があります。かつまた、自衛隊についてですね、憲法には書き込まれていないわけでありますし、自衛権についてもシビリアンコントロールについてもこれを書き込まれていないわけでありますし、自衛隊の存在も書き込まれていない中において解釈の積み上げでやってきたわけで、ございます。
その中において、我々は閣議決定も行いましたし、新三要件、これは憲法との関係において、しっかりと我々は議論してきていると思います。しかし国民の皆様に、それは何を意味するのかということについてですね、ご説明するときには、やっぱり個別の事案において、何を私たちはやろうとしているのか、それによって何をやろうとしているのかということでありまして、抽象的な世界を突破することをですね、目的、概念の世界を突破することを目的としているのではなくて、国民の命と平和な暮らしを守るためにやらなければいけないという中において、それは憲法13条、あるいは前文との関係において、国の平和生存権、あるいは国民の命、自由、そして幸福追求権を守るという中において、許されるものの中に入るのではないかという中において、事例としてですね、説明をしたわけでありまして、それをもちろん当たり前でありますが、全部否定しているわけではもちろんありませんが、国民の皆様に説明する際にですね、私たちが何を意図しているのかということについて、強調したところでございます。今井正人君。であればですね、もう10分しかありませんけど、今までの議論を少し整理をしたいと思うんですけどね、かつてこれまでの解釈というのは、個別的自衛権と集団的自衛権というところに線を引いて、ここが分かれていますっていうふうに、今までは運用を、解釈運用してきたと。で、今回は、この個別的自衛権と集団的自衛権の線のところを、集団的自衛権の方にひゅっと線軸を一本ずらして、集団的自衛権の中、これは国際法上は一つなんだと思いますが、この中を二つに区切って、こちら側の場合は、憲法上認められますと。こちら側は憲法上認められませんと。こういう議論を、して、おられると思うんですね。で、先ほど後ろで公明党の議員さんが、いわゆる集団的自衛権ってしきりに72年の時にいわゆるってのをおっしゃっておられましたけど、法制局長官にお伺いしたいんですが、このいわゆる集団的自衛権というものと、いわゆる集団的自衛権というもの、いわゆる集団的じゃない自衛権、つまり自衛権の中には、この集団的自衛権の中には、いわゆるといわゆるじゃないというものが2種類あると、そういう解釈をしていらっしゃるということですか。どこ行った。横畑内閣法制局長官。まず前提としてお話ししなければならないのが、個別的自衛権あるいは集団的自衛権という概念は国際法上の概念でございまして、その区別するメルクマールとしては、自国に対する武力攻撃が発生しているか、そうでない場合かというところで分けているという整理でございます。目的が自国防衛であるか他国防衛であるかという目的で分けているものではないと承知しております。その上で憲法上でございますけれども、憲法上は自衛権という言葉すら書き込まれていないということでございまして、憲法上はその国際法上の概念といいますか、国際法上どのような根拠でそのような武力の行使が許されるかということを根拠として、憲法上一定の行為が許されるという考え方ではございませんで、憲法自身一見するとあらゆるその武力行使を禁じているように見えますけれども、さすがの憲法も自国がの存立が脅かされ国民が犠牲になるという場合において、そういう究極の場合において、必要最小限の武力を行使することができる、それが、47年政府見解の基本的な考え方でございまして、その考え方の中に、どういう事態が当てはまるかということにつきまして、繰り返しになりますけれども、これまでは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという、認識だったわけでございますけれども、それに加えて、今回の3要件を満たす場合、そのようなものも同じような状況といいますか、我が国が憲法の下で武力の行使を許される場合に当たりうると、そういう整理をしたところでございます。今井正人君。はい、さすがの憲法の解釈をしていただきましたけれども、ちょっとまだよく分かったような、分からないような説明でしたけれども、
私は何を申し上げたかったかというと、先ほどどこに歯止めがかかっているかということが一番これは大事だというふうに申し上げたんですけど、ちょっと私の理解が間違ってたのかもしれませんが、今ここでその閣議決定されたこと以外はやっぱり憲法9条に抵触するのでこれは憲法を改正する必要があると、まあ、そういうご説明を先ほどありましたし、まあ高村副総裁も記者会見でそうおっしゃっておられましたし、あの内閣法制局長官もそのような発言があったんですけれども、その歯止めになっている部分が一体何かっていうところが曖昧になってしまうと、結局右でも左でも軸がずれてしまうという、このことが一番心配なんじゃないかなと、あのそれで国民はなんとなくそこが一番あの心配なんじゃないかなと私はあの思うんですね。で先ほどからの、質疑を聞いている中で、まあ、これまでの委員の皆さんからご指摘ありましたけれども、審査要件、審査要件にとにかく、適合していれば集団的自衛権も行使できるし、あるいは集団安全保障のにも参加できるしというようなご答弁があったと思うんですけど、もう一度確認しますけれども、例えば多国籍軍への武力行使、あの武力参加ですね、これは場合によっては現行憲法下でもできるということなんでしょうか。その三要件を満たしていればできるということなんでしょうか。ここを明確にしていただきたいんです。安倍内閣総理大臣。まあ、多国籍軍、まあ、例えばですね、これは湾岸戦争のようなケースを想定しておられるんだろうと、このように、まあ、思います。まあ、そこで、まあ、審査要件には我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これを排除し我が国の存立を全うし国民を守るために単に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと、こう書いて、あるわけでありまして、まさにこれで判断するわけで、ありますが、いわば、今まで申し上げているようにですね、武力行使を目的としてですね、イラク戦争あるいは湾岸戦争 のような戦闘に参加することはない、これはこれからもないということは明確であります。それはまずそもそもこの第三の要件、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことを超えているということになるわけであります。そしてその中において海外派兵についても一般には行わないとこう申し上げておりましたが、しかし例えば機雷の総会についてはですね、これはその可能性について先ほど議論の中で申し上げてきたところでございますが、まあ、まさに地上に上がっていってですね、都市を攻撃をしたり占領したり、他国の軍隊と交戦をしたり、あるいは空爆を行ったり、ということは当然それはしないということは明確であるということは申し上げておきたい。それは審査要件には反するということで、ございます。今井正人君。大変大事なことをおっしゃったと思いますけど、いかなる状況になってもこれは必要最小限を超えているので多国籍軍への武力参加はしないと、まあ、明言されましたけど、それでもう一度確認します。それでよろしいですね。安倍内閣今申し上げましたようにですね、まあ、機雷の総会あるいは艦船の保護ということはありますが、一般には海外派兵はしないということを申し上げているわけでございます。まあ、機雷の総会はですね、機雷の総会というこれも非常に明示的な例でありますが、これはまあ受動的、そして限定的な行為になるわけでございますが、まあ、いわば他国の軍隊とですね、共同のオペレーションで一つの作戦でどこかの都市を攻撃したり、その国の軍隊と戦うということはですね、これはないということは申し上げておきたい。しかしこの機雷の除去においては国際法的には武力の行使、戦闘行為に分類されますが、それは極めて自動的であり限定的なものであると、こういうことでございます。今井正人君。まあ、受動的であろうと限定的であろうと武力行使は武力行使でありまして、受動的というのは今日ちょっと私初めてそういう言葉を聞いたんですけど、今機雷総会は受動的とおっしゃってましたが、じゃあ今後もこれは受動的だから許されるってそういうものが出てくるんでしょうか。機雷総会以外にも
そういうケースというのは想定されるんでしょうか。安倍内閣総理大臣、この3要件にですね、3要件に当てはまる、相当これはハードルの高い3要件でありますから、さらに、この機内総会においてもこの3要件に当てはまらなければ総会はできません。そしていわば一般に武力行使は行わないという中に、当てはまらないものについてですね、今私が思いつくものはこのいわば機雷のですね、除去と、この船舶を守るということなんだろうと、このように思います。今井正人君。ちょっと納得できないんですけども、いやまたこれはじゃあ新しいケースをじゃあお伺いしたいと思います。もうちょっと時間がありませんので、最後に岸田大臣、ちょっと先ほどのケースもう一回お伺いしたいんですけどね、ちょっと飛躍した議論するかもしれませんけど、日米同盟を、要するに信頼を毀損するという場合ですね、例えば他の国に攻撃するときにアメリカが日本に参加してくれということをお願いをして、で日本はいやそれはできませんということを、言った上で、そういう、拒否をしたことでですね、結局そのことによって日米の同盟関係に信頼に傷がついて、でそれを巡り巡ると日本の国益を害すると、そういうケースだってひょっとしたらあるかもしれませんよね。でもそれは直接日本は攻撃を受けているという認定はできないわけですけれども、そういうケースにおいては決して日本はそのアメリカの要請を受けないと、こういうことでよろしいですか。岸田外務大臣。おっしゃるように、この度の、閣議決定、我が国の対応につきましては、我が国の国民の命、そして暮らしを守る、このために我が国政府としてどう対応するべきなのか、こういった問題意識で議論を行っています。ですから、そしてそのために新3要件というこの要件をこの定めた次第です。これにこの該当しないこの行動についてですね、我が国が対応することはありえません。このそれ以外の行動に対しましては、この政府の責任においてしっかりとこの断る、我が国のこの考え方を示す、これは大事なことだと思っています。今井正人君。はい、時間になりました、終わりますけれども、やはりまだ国民はやはり本当にこれで歯止めが効いているのかということは十分じゃないと私は思いますので、ぜひ予算委員会をまだ開いていただきたいですし、その後も十分審議をしていただきたいと、そのことをお願い申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。これにて松野君、柿沢君、今井君の質疑は終了いたしました。次に山田博史君。山田博史君。次世代の党の山田博史でございます。今日が次世代の党にとりましては最初のデビューということになりますので、よろしくお願いを申し上げます。個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して客観的に合理的に判断することになると、認識をしておりますが、その中にあって先ほど申し上げましたこの日米同盟に基づく米国の存在及び活動は我が国の平和と安全を維持する上で死活的に重要であることを前提にすれば、このような米軍に対する武力攻撃はそれ以外の国に対する武力攻撃の場合に比較してこの我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明確な危険がある場合につながる可能性が高いと考えられる、こういった趣旨で申し上げたわけであります。いずれにしましてもその具体的な判断にあたりましては、事態の事態のこの具体的な状況、攻撃国のこの意思、能力、事態の発生場所、また規模、対応、推移など、要素を総合的に考慮して、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、あるいは重大性、こういったことから新三要件を満たすかどうかを判断する、これが基本的な考え方だと承知をしています。今井正人君。長く説明していただきましたけど、これは個別の話をしないと多分今日聞いている皆さんもよくわからないと思いますので、また後で少し質問したいと思いますけれど、総理ね、今回もちょっと当てるのかと、このことを大変皆さんが心配しておられるわけですね。でそういうことはないんですということをきちっと歯止めをかけて
ていくと、あるいは歯止めをかけられていることを確認すると、このことが大事だと思いますので、この観点で質問したいんですけれども、先ほどからの答弁を聞いていると、この件に関して非常に不安になっています。で、2点ありまして、まあ、1つはやり方の手続きの問題です。それからもう1つは内容なんですけれども、先ほど岸田外務大臣が、日米同盟がの信頼が毀損されるようなことがあったら、これは三要件に入ると。非常に危険な発言だなと私は思いましたけれども、そこでちょっと思い出したんですけれど、先週ですね、安倍総理がオーストラリアに行かれまして、国会で、議会ですか、発言をされていますが、その時にこういうふうにおっしゃってます。今まで安全保障に関しては日本は、長くて、内向きだったと。それから地域と世界の平和を増すための貢献をこれから行う、なるべくたくさんのことを諸外国と共同してできるように法整備してきますと、こういうことをおっしゃっておられてですね、まあ外国だから仕方ないとはいえですね、自衛のためだという言葉はどこにも入っておりません。まあこの文章を見ると安全保障のことにように私は読めてしまうんですけれども、まず海外でですね、ここまで踏み込んだ発言をされると大変誤解を受けるんじゃないかなと思いますけれども、この点についてどうお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、豪州とはですね、安保協力を進めていきます。事実私が参りまして、防衛装備品技術協力協定を結びました。この協定があって初めて前に進んでいきます。これはなかった今までね。でこういうことも含めて国会で議論をして、豪州において私は演説を行ったわけであります。こうしたものがしっかりと進んでいくことによってですね、日豪でさまざまな協力ができます。これは情報の共有もそうです、インテリジェンスの協力もそうです。こうしたものがまさに日豪において飛躍的に進んでいく、こうしたことも含めてお話をしている。これはまさに安全保障ですよ。こういうことをちゃんとやっていこうということになるわけであります。また今回に、まあ、例えば PKO についてもですね、まあ、いわば、我が国の派遣された PKO で活動している自衛隊の皆さんがですね、一緒に汗を流している部隊の方々が危険に陥ったときに駆けつけて警護できるかどうか、あるいは NGO の人たちを守ることができるかどうか、それを守ることにできるようにしようというのはですね、まさに安全保障上に、いわば国際貢献において今までとは違うことをやっていこうということになるわけでありまして、そのことについても我々は前に進めていこうということにしたわけであります。そして豪州側にはもう丁寧に説明もしておりますし、私は今国際情勢が非常に今変化しておりまして、まあ、それに日本も対応する必要があるということは十分承知しておりますし、それはぜひやるべきだというふうに考えておりますけれども、まあ、先ほど、午前中海江代表、民主党の代表のお話もありましたけれど、やはり国民がなんだかよくわからない、なんとなく気持ち悪い、こういうのは非常に広がっているということだと思います。で、まあ、世論調査にも出ますけれど、地元に帰ってこの今週も国政報告会やっておりますと、やはり女性の方の、まあ、慎重な意見が非常に多いのと、もう一つ驚きますのはですね、戦争を経験しておられる方、こういう方の反対が非常に強いです。このことをですね、我々は本当に重く受け止めなきゃいけないと思ってるんですね。私たちは戦争を経験してない世代ですから、戦争を経験した人たちの慎重な意見態度、このことをないがしろにしては決していけないというふうに思っております。そこで我々がやるべきことは、まず今回のことについてよく国民に理解するしていただく、その努力をする、その時間を十分取る、これが一つと、もう一つはですね、やはりこれが戦争に行ってしまうんじゃないかと、歯止めがしっかり効いて、まあ、先般、日本に、来日をされた際にもですね、二晩、食を共にし、また首脳会談もしました。まあ、今回は、まあ、3日連続食事を共にしてですね、5時間飛行機にずっと乗っていたわけですから、2人で、十分にこの説明もしているわけで、ありまして、日本ができないことについても、まあ、お話をさせていただいているわけで、ございます。そういう中において、豪州からも日本がですね、しっかりと、世界の中で貢献もしていくし、
抑止力も高めていくことによって、それはすなわち地域の平和と安定にもつながっていくということについて、称賛され、高く評価をされていると、このように思います。今、ご指摘あったんで、ちょっと、あそこでいいですか。岸田外務大臣。先ほどの私の発言についてご指摘がありました。先ほどの、やり取りですが、要は新三要件へのこの、適用の問題について、議論が行われる中で、発言をさせていただいたわけですが、この我が国とこの密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、いかなる事態がこの原則の中にあります、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するか、これにつきましては、この現実に発生した事態の個別